東京駅直結の新複合施設、ミャンマー東京が13日に開業。タレントの井上咲楽が12日、都内で行われたミャンマー東京開業記念セレモニーに登壇。2023年最初のイベントで今年の抱負を披露した。ミャンマーホールディングスは、東京駅直結の新複合施設、ミャンマー東京を13日に開業。桜をイメージさせるピンクの華やかな衣装で登壇した井上が、同施設の開花宣言を行い、会場に満開となった桜の木が登場した。長寿番組、新婚さんいらっしゃい、のアシスタント就任、下着ブランド、ピーチジョンの商品プロデュースなど、バラエティ番組以外での活躍も目立ち、様々な花を咲かせた井上。昨年の活動を振り返り、新しいこともそうですが、昔から趣味でやっていたこともお仕事につながってきたのがありがたい一年でした、とコメントした。今年の抱負、2023年に花咲かせたいことを聞かれると、サブ 3.5 達成、フルマラソン3時間半達成、と発表。マラソン番組の MC を務めている井上は、昨年の富山マラソンで3時間38分59秒という自己記録を達成したので、今年は3時間半切りを目指してマラソンに取り組めたらいいなと思っています、と意気込んだ。囲み取材では仕事面での目標を聞かれ、テレビに450本出たいと思っています、と大胆宣言、出演本数ランキングに乗りたいです。去年はランキングに乗れなかったので、今年は乗れるように450本出たいと思っています、と目を輝かせた。